引退を発表した柏木陽介伝説の痙攣ペイントがこちら。生まれたての小鹿ペイント、小鹿痙攣ペイントほんとやめろ。浦和ファンの方にはマジで申し訳ないけど、 TL で回ってきた柏木のペイントのやつ見て笑ってしまった。柏木なりのボディフェイク振動はさすがに服からやめてくれ。今の柏木のペイントじわじわくる。プルプルペイント面白すぎる。この痙攣ペイントをスタジアムで見た時にもうダメかなと思いました。柏木引退か意味不明ペイントが印象的です。ちょっと気分が落ち込んだ時は柏木棒の痙攣ペイント、当然ながら突破失敗を見ると元気を取り戻すことができる。いろいろあったけど、魔法の左足は存分にサッカーの楽しさを教えてくれた。またどこかで出会えることを信じてる。ありがとう、これからも頑張れ。中村健吾と並ぶレベルで柏木陽介の縦パスは怖かったです。お疲れ様でした。ありがとう柏木陽介、俺たちは君のメールアドレスを忘れない。うんこ物語も終わってしまうんやな。